どうも、ニューヨークです。はい、お願いします、今回はですね、5月に入ったということでございまして、お、4月にやったカメラロールの4月振り返るみたいなの5月版やろうかなって思うんですけど、ちょっと見ましょう。振り返りますか。ちょっとこれいきなり懐かしい、エモい気持ちになっちゃうんだよね。ちょっと切ない気持ちになっちゃうんだよ、ね、切ない。これちょっとこれお前切なない、覚えてますこれ。うわぁ、ようあったのか、こんな写真。これ、なんていう番組やったっけ。ミュージック。先駆けミュージック。先駆けミュージック。あ、2016? 2016、うん。今もお世話になってるディレクターさん、ミュージックジェネレーションでお世話になってるディレクターさんの番組で、はいはい、キングさんやったっけ。はい、キングさん。っていう海外のアーティストの方と、我々ニューヨークで、合コンするっていう。これはおもろかったね。面白かったのよ。なんかいろんな海外アーティストと絡んだよな、この番組で。絡んだ。あの人も絡んだよね。少女時代やったっけ、カラやったっけ、うん、カラのジオンさん。ジオンさんとも絡んだりとか。インタビューさせてもらったんだよ、何気にね。海外アーティストの方と。あの人。三欠少女さゆりさん。さゆりさんね。とかね。最近結婚されましたよ、あの人、確か。ああ。確か。うん。なんか結構いろんなミュージシャンとそのディレクターさんにお世話になってたんで。はいはい、僕ら全然売れてなかったのにこう起用していただいて、これはいい経験ですね。これは良かったですね。2016ね、16、5月。僕これですかね。あ、まあこれちゃんとしてるやつや、うん、僕これ地元の山梨県富士吉田市のふるさと応援団に任命されてましたね。これがもう何件とかもう8年前か。お前何なんこれ。むちゃくちゃちゃんとしてるやん、なんか。そうよ、三浦アナとそれこそね、オールナイトニッポンゼロで言うてたね。はい、お前よう名刺配っとったもんな、この時。そう、名刺を配るってだけの仕事なんだけど。うん、何この隣の方は何者、女子高生。これね、左友さんって元 AKB の。ああ、左友さんって言ってた、お前。そうそうそう。え、でこれが三浦アナ。三浦アナ、この間一緒になった。へえ、これ前は市長。前は市長。あの師匠、あの師匠、俺らが M1 グランプリ2019初めて決勝行った時に、おめでとうございます、もし M1 グランプリで優勝した際は富士吉田氏と叫んでくださいって言ったあの師匠。そう。堀口師匠、すごい師匠やよね。僕アイクと仲良かったんです、すごい。大丈夫ですか、この中学生いないですか。いや、いません。いませんが、見てください。これアイクの部屋ですか。これアイクじゃないですね。これ誰だ、森田さんかな。なんせホームパーティー好きなんで、アイコは。アイコはね。宅飲み好きなんで。あら、小玉さん。小玉さんと、うん、多分初めて飲ましてもらって。ほわー、若っ。確か中学生みたいな。阿佐ヶ谷か高円寺、それこ高円寺かな。うん。というのもなんか、確かルミネのイベントで、うん、それこそ逆ラリーかな。はあ、て先生のね、お互い滑りまくってちょっと飲み行くかってなって。なるほどなるほど。赤羽さん、いやいや、小玉さんがイベント終わりにちょっと飲み行くかって連れてってくれたんだ。確かイベントでお互い滑りまくって、ペア組んだわけじゃなく、俺おらんかったってことだよな。覚えてないな。多分お前だけ呼ばれたんやろうね。そう、2人で飲み行かしてもらったのよ。でも滑ったやつの顔してるもん、完全に。ちょっと俺のやつエモない、これ見て。最高のメンバーやぞ、今見ると。ちょっと待って、すごいやん。何これ、すごい。え、九次元河原がいるじゃん。え、どこに。違うよ、これ。え、これ芝さん。あ、芝さん。あ、芝さんか。お前さ、河原さんに見えた。こんなメンバーにはおらん、河原さん。そっか、河原さんに見ました俺。これすごいいいメンバーじゃない、今見ると。全員まだ誰も売れてねえぞ。全員大活躍してますやん。全員大活躍してるよ。これが8年前ってことでしょ。うん。わあ、いいね。まだ誰も売れてないよ。ともしげさんだけ今のともしげさんやん。もうえってお前。これはね、アイクがいろんな人と漫才をするってライブがあって、アイクと俺がネタ作ったの一本。そんなことしてたの。2人で1本ネタ作りました、アイクと。あれでもお前そのイベントは出てないの。出たよ、2人でだから漫才してよ、アイクと。あ、そうなの。うん。え、これ誰。あ、夏子ね。なんかこれ夏子がやけにベロベロで。オリーブ、何これ。夏子と俺この時期なんかたまに
エッチしてた。今まで2、3回でも2回くらいだけど、なんか刺しでベロベロになるまで飲むっていうのを2回くらいなんかやってきて、それの1回かな、覚えてねえわ。へー、なんかめっちゃ思い出した。1回焼酎のボトル開けた気したんだよな。なるほどね。昔そう、夏子たまに飲んだ気する。あ、これなんだ。これでも夏子しか映ってないから多分サシで飲んでる。サシやろね。顔真っ赤だしこいつ。ちょっとじゃあ次の年いく。2017。あー、いいねいいよね、バチバチエレキセルと。めっちゃいい。いや、その時期じゃねえけどなその前か、もうそれ2017年って。いや、バチバチ後よ。後か、後か。そりゃそうよ、お前。アスワさん変わらんな。うん、タメ口さんとアスワさん。アスワさんね、よく飲み連れてっていただいたのよ。あー、飲みてよ、またこれどこだろう。いや、そっち系ちゃん、高円寺とか朝霞屋とか。そっちかな。これ覚えてますか、これ。あー、覚えてる。森田さんがめっちゃ事故って、あの見舞いにお前も行ったよね。行った行った。これ懐かしい。あの疲労病院かなんかに。あ、それがもうその時期か。行ったよな、これ。これ何の事故？何だったっけ。チャリチャリチャリ。あ、チャリで、チャリで思いっきりこう事故ったのよ。あ、そうなんだ。うん、お前アイクと見舞い行くな。いや、いいやろ仲良かったから俺アイクと。あ、俺も行ってるわ。これ最強の2人みたいな写真ね森田さんがすごい事故って、みんないろんな芸人がこうこぞってね。うわっ、これあれだ。一応送っとこう。これも、ああ、ミンミさんのね、ミンミさんの横浜のライブのイベントにね、あの呼んでもらった。行った行った。なんか MC、 なんか MC やらされたのかな。うん、ミミさんのファンミーティングみたいな、なんかちょっと身内系のイベントやよね。ミミさんのアベマの番組で、ね、ずっとやってたよね、俺らミミさんと一緒に。うわ、懐かしい。これお前覚えてる？カリスマ .com さんのライブさ、ビタミン S のお兄ちゃんさんとかと見に行ったっていう。あ、見に行ったら一緒におったんかな、うん、俺らだけで行ってんだっけ。俺もあったあった。これ何、15期ライブ阿佐ヶ谷ロフト A で、これ鬼越の、そう、鬼越の映画を見に行ったの。そうだ、 鬼越がなんかこの、そうだ、元木さんね、うん、中野元木さん、今メトロンズとか全部やっとるこの人が作った映画の主演になったのよ。豆腐の角に頭をぶつけるみたい なんか吉本のだから映画祭みたいなやつ、ね、なんかそうそう、地域プロジェクトみたいな、それの鬼越の映画をみんなで見るっていう。仲ええな俺ら。何やそのイベント。何これ。これあの大沢さんにコンバス買ってもらったのなんでなんでだ。あ、誕生日だ俺。ちっさお前、子供やの。誕生日だから。こんなのもありましたよ、これ覚えてます。あ、これヒロシが結婚とか。あ、違うわ、もう普通にあれじゃない。あ、でも終わってますもんね、オールナイトニッポン。オールナイトニッポン終わって一回集まっ、一回集まったんかもね。これどうですか、良くないですか。伊地知さんにこう海連れてってもらってさ。あら、うん、キョンと俺と伊地知さんのもう一人誰か分かる。どんぐりさん。いや、ともくんと新平さんの。ともくんさん元祖チャラ芸人あれ、ともくんさんって今、ともくんさんも辞めはったんかな。吉本いらっしゃるのかな、分からん。これなんか池田さんにあのバイクのケツ乗せてもらって、うん、なんか送ってもらったんだよ。送ってもらったんや、ライブの終わりに。はあ、なんかこうやって写真見るとなんか何も働いてない気するな。遊びまくってるわ常に。あんたの地元行ってますよ。地元行ってる、地元行ってる。多分初めて行ってるね、この7年前に。そう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 。お前泊まった、地元の祭りかこれ。お前は帰った。俺泊まってるわ、地元を連れと飲んでる。2018行く、行きましょう。あ、お前の地元行ってるわ。これ覚えてる、なんかさ NHK かなんかでさ、山梨バスツアーみたいなさ。あー、あったね。なんだあれ、なんか東京で山梨行くやつを探さんかった。探した。なんかロケが2個あったよね。2日抑えられて、こう何月何日に山梨一緒に行きませんかっていうやつをナンパみたいにするのよ。あったわ、そうだった。で大学とか行っていろんなこう、行った行った、俺らのこと、俺らのファンの人とかおったりとか、なんかこうね、あれなんだあの番組、山梨の NHK やったっけ。そうだね、多分ね。
ちょっとみんなで撮ってる写真がないけど、でそこでなんかこんなん食べたのよ、バスツアーみたいな。あった、そうだったわ。あったよね。そうだったわ。これマジギリダメだな。これ本当ダメか。これさすがにダメかも。一応送りますよ。でも多分ダメだ。これやめた方がいい。バイクさんとバンカラ行ってるわ。いやいいやろこれ。何も変わってないやんバイクさん。ファッション、体、髪型。うん、バンあの生バンドカラオケ。でバンドの人らの癖よ。生バンドでバンカラってたまに行っとったな。うん、最近ドラム叩いてる動画もあるわバイクさん。ああ。アベマの亀田光輝に勝ったらみたいな時に、あの武井選手と森田さんと俺で写真撮ってもらったのよ。武井良樹選手。最高はね今、うん、今ボクシングすごいからね。ちょうどノンフィクションで撮ってさ武井さんが。あその時だ。そう、その出たてやったから、うわあのノンフィクションの人やと思って嬉しかったよね。吉本ビール同好会。ああはい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 。そのメンバーに入れてもらって。へえ。ただただあの。ビール飲んだりビール工場行って、なるほど、何回かで稼働があって、ね、これは最高の仕事でした ね、 楽しいね。ギャラも良かったし、これは伝説 の、 あの放課後ウォンテッドの写真も送っとくか。ありますね。あのひたすら浅草を俺らとアンジェリカで歩くって伝説の番組あったっていうのは皆さんご存知だと思うんですけど、その初期はスタジオやったよね。スタジオだったね。4月5月ぐらいは。あアンジェもだから6年もまだだからアンジェおらんのよこの時。あらこれ珍しい。なんかの番組の終わりで、うん、珍しいメンツで飲んでるわ赤坂で。誰これ。三四郎相田さん誘われて粗品とタケルと飲んでるわ。タケル君これ、うん、珍しい。粗品やん。俺忘れ粗品とこれ飲んだわ。粗品がまだあれか優勝する前か2018年だからこの年に優勝するんだ。そっか。なんか TBS のなんかの番組終わりで、へ相田さんが誘ってくれて、や韓国料理屋。なんだろうね。何の話したとか何も覚えてねえわ。これもエモいぞ。僕らとインディアンさんであのビッグゲームっていうツーマンライブを定期的にやってたじゃないですか。やったやったよ。でそれのMC が柴さん来てくれて、うん、でなんか。お前これなんかすごかったよなこれ。この時お前タイガーマスクかぶって何やったっけ。なんかずっとやってたな。なんかすごかったんやよなこれ。お客さんも一回も多分満席とかになってないよ。19年いきますか。はい。もうアジアコングの試合見に行ってるわ。すごいな。普通に、うん、これちょっと貴重ですよ。あのこの間一番可愛い来てくれてフェアリーモンスターって言ったじゃないですか。あのおじさんがこの左っすわ。ダイヤモンドちゃんと元ビスケッティ岩橋脱出ゲーム言ってますね。俺はこの年ちょっと麻雀にハマったんだ。この2019の1年だけ見てください。この最高のメンツ高橋さん犬太田金星西田チュンチュンクリニック P で麻雀やってます。一人立ってます。これが朝7時56分朝7時56分までやってる。ハイパーテツマンやな。全員様子おかしいもん。よく見るとあれじゃない、あれあれネタ作るやつ、あれかサンド、ネタサンド、ネタサンドかじゃないかな。このメンツは珍しいメンツで飲んでたわ。あのよく言ってたね渋谷のヴァンパイアで。ああ、後藤くんやん。後藤くんと岡田くん、岡田くんとこれ一番柴竹時雄くん、時雄くんと伊藤、伊藤言えばもう。なんなんこの髪型、わけわからん。これなんこれ、これなんかあれ単独の終わりのそれね。ああ、お客さんと飲んどんかじゃない、違うかな。そうだよね、単独来てくれた。ああ、そうだそうだそうだ。当時俺ら単独であのスクラッチ打って当たった人と打ち上げ行くっていうのやっとったんや。福岡かなんかじゃなかったこれ。そうかもね、福岡とか地方だね、どっかね。2020もうコロナ自粛だから今年はないね、だからほぼないか。もう前の腐ったワンルームのベランダで、ね、ビアガーデンベランダにあのキャンプ用のチェア貼って。なんでこれをお前は置いとこうとしたのこの写真。外飲みだよね。めちゃくちゃ人生楽しんでるよお前。これ外飲みとか言ってこれやってる、うん、これ外飲み、外なんか出れなかったからちょっとでも外の気分味わいたかったんだろうな。一回だもんね。一回目の前隣の家壁ハイボールも飲んでて楽しんでるなお前。
あの2020の5月に来た動画ですけど、一応送っておきますね。これはお前にだけ送ってやるよっつって、おもろいな、レシさんは。毎日ハイキックのしとったんやろな、毎日ハイキックやってたな。おもろいなこの人。内緒のやつを送ってあげるよっつって送ってくれたんですよね。これダーイマさんに飯連れてってもらった、ね、おー、いい飯。うわ、2人じゃないか、さすがに2人じゃない。さよなら勝ち風月の写真はありました。もうだからあれが3年ぐらい前になるんですね。3年前か、すげえな。バビロンがネタ中にチンチン出た動画も一応あるんですけど送らせていただきます。一応ね、一応これあの場伝説の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 30秒ぐらいとかですね。何してんのこれ。はい、夜一応歩きます。その後のノリがさ、なんか意味わからん。ちょっと絶対行くだよ。何してんのマジで。あ、でこれ6月や、すみません。何してんのマジで。意味わからん。本当に意味わからん。2022。本当に意味わからん今の。ノリのこけるのとかも意味わからん。うわ、もうこれ2年前。そうだね。やば。フェス、大阪万博のところのフェスで、大阪。ああ、はい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 。フェスの MC させてもらいましたね。で、R じいさんがなんか初めて俺のモノマネをそこで多分。宇宙人のはい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 、もう2年もやっとるんですよ、モノマネをね、やってくれたんだよね。その日に俺はだからゆずるさんに飯連れてってもらって、こうみんなでこう行った写真ね。俺森山さんに連れてもらってた。ああ、はいはいはい、そうそうそう、そうだそうだそうだ。沼津で沼津と特番やってるな。やったな。で腹いい日がモヒカンにしてきたよな、なんか。そうだ、あったな、それ。番組の途中に一瞬おらんなって帰ってきたらモヒカンになるっていう一世一代の大ボケしてたけど、一切レギュラー化されんかったな、あの番組。そしてなんと言ってもこれかな。ああ、みっちゃんね。出すなよ、みっちゃんの YouTube。ダメなの、みっちゃん。まる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 みっちゃん、がっつり。あの方オンエアだからだよ。これ誰、これクアラルンプ。ああ、金城さん。え、お前何これ。金城さんが日本来たの。日本帰って一回一瞬帰ってきて、マレーシア住みますゲームですからね。帰ってきた時連絡くれてね、マレーシア料理屋銀座の。なんでやねん、日本食食べろよ。マレーシア料理屋でええとか言って。なんでなんでと、ね、うわ、もうあれですよ、ニューヨークのニューヨーク旅で小手伸也さんと30キロあるぐらい歩いたんがこれ5月ですわ。あー、デジマーク行ってるわ。キヨちゃんぽんさんと写真撮って、デジマーク雨でなんか中止になったよな。そうだ。あ、同期でね。そして DJ コウさんと、あのパシャパシャニューヨークでお前スーさんと LINE 交換してるぞ。同期で久しぶり飲んで朝まで行ってるね。あ、別府とかと。朝まで飲んだな、これ久しぶりに。あ、ほんでバンコクだね。トゥクトゥクピアスからもう1年か。あー、エモいエモい。あー、エモいエモい。ラビットロケとかね。いやー、いろいろやってるね。ジョアンの滝沢組キャンプバーベキュー。うん、あ、言っとったな、お前ちょっとだけ。うん、いや何この豚汁とワッケンの焼肉の写真。あ、嶋佐軍団。いや、いいよ、こんなん載せなくて。何が。いや、載せんでいいに決まってるやん、邪魔な。僕は違う、別の日も、別の日はこう、空、空。いいって、いいって。こんなの、なんで乗せなくて。なんで嶋佐軍団やん。
ということで、ああなんかエモいね、やっぱこの企画は。エモくなっちゃうね。ということで、5月はこんな感じでした。ありがとうございました。ありがとうございました。